横断歩道の手前で止まって、まずサイン。ダラン。はい、まとまってやってまいりました。おうちで学ぼう交通安全。私はもうすっかりおなじみの横断歩道のしましまお姉さんです。パンパパン。皆さんはこだわりのパンって何かありますか？ママくん、こんにちは。やあみんな、こんにちは。僕は魔法幼稚園のマモルワタルだよ。しましまお姉さんはこだわりのパンって何かあんの？あ、バグった。そう、説明せねばぬるまい。横断歩道のしましまお姉さんはマモルワタルの当たり前正義ツッコミを受けると動物飛び出し注意のしくおに変身するのドア。だから言ってる意味が分かんないでしょうて。てかもう分裂してんじゃん。パンはパン、パンパパンだよねー。さてさて、今回は次の日を切るのが楽しみになるパンを紹介するぞ。いいね。日本全国の人気パンをお取り寄せだよ。冷凍だからいつでも食べれるし、ギフトにも喜ばれること間違いなし。まずは岡山県清水屋からの生クリームミニクロワッサン詰め合わせ。生クリームパンで有名の清水屋のパンですな。軽やかな食感のクロワッサンの中にたっぷり生クリームを詰めたデザートパンはコクがありながらも後味すっきりの生クリームと相性抜群。クリーミーなカスタード、甘酸っぱいいちごレモンなどなど、味は4種類。小さくて食べやすいからおやつなんかにぴったりだね。しっかり解凍させて食べてもいいけど、半解凍で中のクリームがシャーベット状態で食べるもいいんだ。さあ続いて神戸串の屋からの氷室豚カツサンド。老舗の串揚げ料理店から人気のカツサンドをお届けするぞ。氷温熟成させた氷室豚のカツは柔らかくジューシーで旨味たっぷりなんです。常温で 4,5 時間かけて自然解凍するとふんわり作りたての味わいが楽しめるんだぞ。さらには表面をちょっとトーストすると香ばしさがプラスされるよ。続いて大人の週末オリジナルのお酒に合うパンセット。フランス産の小麦を使った香り豊かなバケット生地にアンチョビやチーズ、オリーブなどを混ぜ込んだ6種類のパン。ビールにワイン、気分に合わせて楽しめるからいいね。続いて東京湯島ぶどうパンの店舞鶴からのぶどうパン。重量の約半分がレーズンという驚きの割合で作られた缶のぶどうパン。赤ワイン漬けのレーズンからは噛むほどに果汁があふれ出し、バターを効かせたまろやかな食パン生地にじゅわーっと染み込んでるんですね。バターをのせて軽くトーストすればまるでケーキのような味わいに。続いて西宮富士山の溶岩釜の店からのブレッドパンのみ。こういうシンプルなのいいね。溶岩は遠赤効果が高く素早く火が通るためたっぷり水分を残したまま焼き上げることができるんですね。サンドイッチなどなど、いろんな具材を受け止める包容力が感じられるパンだぞ。続いてパン屋芦屋からのプレミアム食パン。こだわり抜いた完全無添加最上級食パンなのだそう。生食のふわふわ感、トーストのサクサク感、とにかくとことんこだわって作った魂のパン。もう黙って食べやがれてか。続いて茨城県パン工房ファリーナからの本物のメロンを使った究極のメロンパン。やべえやつ。水の代わりにななんと茨城名産クインシーメロンの果汁を使い、さらにはメロン果肉を惜しみなく練り込んで仕上げた生地はまさに至高のメロンパンと言えるでしょ。甘さ控えめのカスタードクリームもいい仕事してるね。続いて東京江東区中屋のあんパン。昭和8年創業100年を迎える下町老舗パン屋の一品。北海道産の小豆を使ったこしあんとグラーの2種類をご用意。まさに正統派のあんパン。どこか懐かしいほっこりする味わいだね。続いて京都生まれあんでの人気デニッシュ日本セット。小麦の旨味、バターのコクが生きる深い味わいの生地が評判なのだそう。プレーンとシナモンリンゴをご用意。リンゴのダイスカットをたっぷり練り込んだシナモンリングはもうまるでアップルパイ。
クレーム軽くトーストして食べるといいぞ。さあ最後は岡山清水屋からの生クリームパン出た。1日2万5千個売れたパン、1日2万5千個売れたパン、しぐれ言わずもがな。北海道産のミルキーな生クリームたっぷり、爽やかな口当たり、半解凍で味わうのもありだぞ。以上、バイ。しましまお姉さん、なんか気になるパンあった？迷う。よーし、じゃ近くの美味しい味噌煮込みうどんでも食べ行くべ。あ、やべえ、鹿さんそろそろ戻らなくっちゃ。あれあれあれ、またまた美味しい味噌煮込みうどん食べそびれちゃったよさてさて、そろそろおしまいの時間が近づいてまいりました。本日の動画はいかがだったでしょうか？もしよかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた、お邪魔パジャマ。